はい、皆さんおはようございます。こんにちは。今日はですね、愛車リード90の整備をしていきたいと思います。はい、ではですね、バッテリーが来たので開けていきたいと思います。じゃあこちらになります。じゃあ蓋開けていきます。中に入っているのはバッテリー取扱説明書ですね。あとはネギ別タイプの、ネギ注入方法を書いた紙ですね。これです。ネジ。大切なバッテリー本体が入ってます。あと、これだけですね。はい、これだけです。ではですね、ここの赤いところを開けて、こっちに入ってる液をぶっ刺していきたいと思います。ちょっとね、バッテリー液入んないんで、手で押し込んでみます。よいしょ、入りました。あとはですね、バッテリー液が入ったの分かります？入り終わってから1時間ほど放置します。じゃあそれではまた後ほど、少々お待ちください。ではバッテリーのね、液が入ったんで取ります。では、このタイプはですね、このまま蓋をせずに1時間ほど待ちます。今中でね、化学反応が起こってね、ガスが発生してるんで1時間ほど待ちます。はい、ではですね、バッテリーの、液が入れて1時間経ちました。これから取り付けていきたいと思います。では作業入ります。まずネジを取ります。引っ張れば取れるので取ります。で、プラスと、マイナスの、ネジも取っていきます。ですね、バッテリーは あとここのネジも忘れて、でですね、バッテリーはちょっと上げて手前に引けば取れるので取ってきます。はい、こちら古いバッテリーです。ではバッテリー取り付けていきます。着きました。
取り付け完了です。まだここのネジ止めてないんですけど、とりあえずエンジンをかけてみましょうか。ウィンカーの位置に移動させました。とりあえずウィンカーのチェックをしてみたいと思います。右のウィンカーいいですね。今度左のウィンカーいきます。ちゃんとついてますね。綺麗ですね。ポン、どうだろう。 OK です。じゃあこれで、バッテリー交換終了します。準備さん、ありがとうございました。